はい、まずスタートですねスタートは勢いよく3番の瓜生選手そして1番の松浦選手飛び出しましたこの2人はラインですのでね、まあ、前からということでしょうねまずは1番、9番、3番です、松浦選手にシ野選手、瓜生選手ですねまずこの3名が前段です。 そして次のライン、ですねここは長嶋選手がいますのでね長嶋選手、亀山拓也選手磯田選手、ですね栃木の3名です、前から2番目のラインですね。 えーまあ、このレースは二分線なんですけどもね、まあ、ここは前を取って松浦選手そのすぐ後ろにライン3者の長嶋選手がいるレース展開になりましたねそしてその後ろには2番、ですね木暮選手短期ですそしてその後ろには6番の吉田茂樹選手短期ですね。 最にには稲毛選手短短期期の走行とななりりまます勢がした、えーまあ、このような形なんですけども、松浦選手もさすがですよね、長嶋選手が打撲で1回抑えに行ったところ、勢いよく抑えにいったんですけども、やはり、えー、後ろに下がってね、私もさあ、どこで粘るのかなと思ったら、やはり短期勢のところでね、いろいろ粘るのは、ちょっとレースが混乱するのかと。 いう形なのでもう自ら突っ張って、えー、逃げる形になりましたからね、えー、松浦選手の後続距離というのはやはり、えーまあ、多少ぐらいからでは平気でいっちゃうんだなというのをこれで、えー、選手たちにも、ねえー、見せることができたと思いますので明日からのレースがまた楽になってくるのかなとも思いますけども、えー、まず後方の、えー、3選手、でですすね短期の3名です木暮選手、吉田選手、稲毛選手、えー、この3名がまずどのようなレースをするのかなというところなんですけども えーまあ、上昇する気配がありませんよね、前でエースを取った、スタートを取った松浦選手が、えー、そのまま残り2周の赤ばを迎えています、えー、長嶋選手は4番手で、まあ、後ろを、ね、誰が上昇してくるか気にして見てるんですけども、も、えー、長嶋選手からすると一気に打損で叩けば、あと 600m もがけばいいだけですからね、えー、松浦選手を射程距離に入れて、主、えー、導権を取ったと思ったんですよね。えー、よくなかっったのやっぱり できたと思って流したのが良くなかったですよね松浦選手が車輪をかけてましたので松浦選手の優先走路となりますここでラインが折り重なってね、ごちゃごちゃになってしまったんですけども一発ここで短期 短期戦でかました稲毛選手がやはりここはいいレースをしたなと思いますよね松浦選手は稲毛選手を追いかけながら行ったわけなので展開にも恵まれたということですよねなので積極的に走っていればこうやって展開にも恵まれる松浦選手のしっかりとした打掌からの突っ張った感じがね非常に好走したのかなと思いますウリュ選手が後ろで離れてしまっていて磯田選手と3番手同士で絡んでいたところもちょっと残念だったのかなとも思うんですけども 松浦選手、残り1周半からでも積極的に仕掛けていくところはさすがだなと思いました11でした。